オズのオペレーションの場によって地球上のローム・フェラ財団に反抗する勢力は次々と駆逐されていった。ネオジオンとザンスカール帝国の地球降下部隊も感情を持たない兵士モビルドールの猛攻を耐えきれず宇宙への撤退を余儀なくされたのである。こうして地球の支配権をほぼ手中に収めたオズは次の攻撃目標を北欧のサンクキングダムへと向けた。サンクキングダムの王女リリーナ・ピースクラフトの唱える完全平和主義が平和を求める各国首脳の共感を呼び、オズの軍事政策の障害になろうとしていたからである。ローム・フェラ財団の代表であるデルマイユ公爵の命令でサンクキングダムの国境線に集結していたオズ地上軍は進軍を開始する。リリーナの抗議の叫びの中、ガラスの王国を守る戦士たちとオズとの戦いが今始まろうとしていた。Thank you.
がサンクキングダムに侵攻を開始した。平和主義国家への武力侵攻など許すわけにはいかない。我々はサンクキングダム側につき、これを迎撃する。侵攻部隊敵の主力はモビルドールビルゴだ。例によってビーム兵器による攻撃は有効ではない。各員、装備のチェックを怠るな。
そこだ。
貴様ら消えてなくなれよ。
かすぎる。落ちろ。当たるものか。俺の命を狙う者。倒すしかないんだ。命を奪う戦いならもっと早く終わってる。でも